はい、こんばんは、ドンチャンネルです。4月16日、やっぱりね、昨日の岸田さんの暗殺未遂と僕は思ってるんだけどがちょっと気になるんで、続きの記事いきますね。文春オンラインさんね、母思いの青年はコロナで変わった。首相襲撃の爆弾男木村隆二容疑者24がギターとガーデニングの日々で測った暗殺へのカウントダウン。将来の夢は発明家とパティシエ。まあ僕の頭の中で今何が回ってるかというと、まあ安倍さんが山上達也に銃撃されたのが、まあ去年の7月8日で、あれからまだ1年も経ってないのに、全く同じようなシチュエーションで、同じような暗殺を企てる事件がね、起こってしまったっていうのがちょっと僕の中では衝撃で、あのさ、投げ入れられたあのね、白煙をバンバンって上げたやつがさ、あれがもっと殺傷能力が高いやつだったらさ、なんか犯人を取り押さえた漁師の おっちゃんとかさ、なんかヒーローみたいになっているね、実は俺の背中に当たってんとかさ言ってたおじさんとかさ、みんないっぺんにドンって言ってた可能性もあるわけでしょ。なんか逮捕のさ、あの罪名も威力業務妨害とか、実際さ、もう投げ入れたものが爆発してたらさ、それ殺人未遂でしょみたいな。だって本人はね、殺そうと思いましたって言うに決まってんじゃんね。まあちょっと記事いきます。筒のようなものがボンと大きな音を立てて、岸田文雄首相65を狙った爆発事件。目撃者が見た爆弾男の実態ともう一本の筒から続く。まだ記憶に新しい昨年7月に起きた安倍晋三元首相が演説中に凶弾に倒れた事件。それに続く悪夢が再び現実のものとなる寸前だった。だから殺傷能力がもうちょっと高い爆弾だったらもう現実のものになってますよね。まあ、いわゆる模倣犯。4月15日、和歌山県雑賀崎の漁港の特設会場で、岸田文雄首相65が応援演説をする直前、発煙筒のような物体が聴衆の中から投げ込まれた。その後、まあ1分も経たなかったですよね。その後少しして大きな爆発音がし、場は騒然となったが、幸いにも岸田首相に怪我はなく、犯人の男もその場にいた5人ほどの SP に一瞬で取り押さえられた。爆発するよりも取り押さえられる方が先でしたよね。威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、兵庫県川西市の職業不詳木村隆二容疑者24だ。でね、川西市からあの漁港までの Google マップとか見たけどね、わざわざ大阪通り過ぎてさ、兵庫県の人がさ、あそこ和歌山県まで来てるわけでしょ。なんでってやっぱ思いますよね。社会部記者が解説する。木村容疑者は逮捕後黙秘を続けているようです。ただ昨年9月には自民党系の川西市議が開いた市政報告会に参加し、川西市議の報酬はいいですかと熱心に質問するなど、政治に関心を持っていたのは確かなようです。事件を引き起こした動機や爆発物の詳細についての解明はこれからです。近隣住民らによると、木村容疑者は川西市内のマンションで育った。そして2008年にそこから1キロ離れた現在暮らしている一戸建てに父、母、兄、姉と共に移り住んできた。自宅は区画整理がしっかりとなされたニュータウンに位置し、ガレージと庭付きの小綺麗な一軒家だ。
一見するとテロ事件を起こす容疑者が暮らす自宅とは到底イメージが結びつかない、うん、山上さんの実家もね本当はすごい金持ちだったんですもんね。山上さんも今回の木村容疑者、まあ、山上容疑者も今回の木村容疑者もなんか育ちの良さそうな顔してますもんね。小中高と地元の学校を卒業したというが、学生時代の印象はどうだったのか。小学生時代に同じマンションで暮らしていたという元同級生の男性は、木村容疑者の印象についてこう振り返る。すごい明るいやつでした。小学校の休み時間にボール遊びや鬼ごっこをするときもいつも同級生たちの輪の真ん中にいるような子供でした。同性からは人気者でしたし、女の子からもモテたんじゃないかな。卒業文集にある将来の夢を語るコーナーには、パティシエか発明家になりたいと書いていました。自分が考えたチョコレートを使ったお菓子のアイディアを紹介していましたね。発明家としては、高齢者のために料理や洗濯をする役に立つ機械を作りたいと書いていました。優しいやつだと思っていたので、まさか爆弾なんて物騒なものを扱うとは想像もしませんでしたが、中学生になってからは生徒数が増えて目立たなくなったというのもありますが、急に陰キャラになったイメージです。話した記憶すら全くありません。中学時代以降の木村容疑者はあまり目立たない学生で、おとなしく控えめな青年として周囲の目には映っていたようだ。実際こうした印象は、直近まで木村容疑者の素顔を目にしてきた近隣住民の印象とも重なる。コロナが流行った2021年頃までは、朝に家を出て夕方に帰宅する生活を送り、どこかで働いている様子でした。でもそれ以降は、リュウ君を外で見かける頻度はパッタリ減りましたね。平日の昼間だというのに、2階の窓からは一生懸命ギターを弾く音が聞こえてきて、自作の曲なのか何なのか、歌を乗せながら不器用に練習している様子でした。昼間だし決してうるさくて迷惑というわけではないんですが、働きもせず大学に行ってる様子もないし、単純に大丈夫なのかなぁと少し心配はしていたんです。ただ凶暴とか暴力的とかそういった悪い印象はなかったですよ。リュウ君は髪が長くてあんまり顔がしっかり見えないのですが、目を合わせれば会釈をして挨拶もしますし、優しい子なんだろうなぁという印象はありました。かっこ近隣住民の女性。この女性が木村容疑者のことを優しい子だと思った理由は、母への親孝行な姿勢にあったのだという。この近くはスーパーもコンビニもないんですが、リュウ君が夕方よく母親の運転で日用品の買い物を手伝いに一緒に出かける姿を見かけることがありました。若いのに親孝行だなと思いましたよ。あとはガーデニングはリュウ君がメインでやっていったんじゃないかな。1ヶ月前くらいにも庭をいじる姿を見ました。もう何年もリュウ君のお父さんの姿を見かけた記憶はありませんが、お父さんの分までお母さんと時間を過ごすことを大切にしているようなお母さん子だという印象でした。小綺麗な一軒家で母と過ごすギターとガーデニングの日々。テロリズムとは全く無縁に見える24歳の青年は、なぜ突如強行に走ることを選んだのか、今後の捜査の進展が待たれる。山上達也容疑者は、まあお母ちゃんが旧統一教会にのめり込んで、まあね、金銭吸い上げられて、すごい、ね、本当は俺はこうなる予定、こんな人生じゃないはずだったのに、なんでっていう怒りの矛先が、まあ旧統一教会幹部とかさ、まあその絡みで、まあ自民党、まあ安倍さんに向かった。安倍さんはね、まあじいちゃんの時代からね、まあ統一教会との関わりはあったっていうことはまあ事実なんで、ああそうか、まあ狙われたんやなって。まあ実際その後調査でさ、自民党の多くの議員が統一教会、旧統一教会となんか関係があるっていうのもさ、問題になったじゃない？うん。ただ今回の場合はさ、なんか今のところ特にさ、どうしても現職の総理大臣を暗殺しなきゃいけないっていうことにさ、
気持ちかられた木村容疑者って何なのって、ああそうか、だから岸田さんに選ばれたのかっていう腑に落ちる話がまだ出てなくてさ、じゃあさ、このまま行ったらさ、まあ例のさ、二度あることは三度あるっていうやつでさ、じゃあ今度は誰が被害者になってさ、誰がやるんですかって、模倣犯ってか数限りなくいるはずでしょってね。山上の事件も今回の木村の事件もね、日本全国にね報道されて、ネットちょこちょこって検索したらさ、ハンドメイドガンの作り方とかさ、爆弾の作り方とかさ、なんか探せば出てきてさ、作れるからまた2回目の事件が起こったっていうことなんでしょ。じゃあ3回目の事件はもう未然に防げますなんて誰も言えないわけじゃない、はあ、なんかテロリズムのさ、風が吹き荒れた昭和初期を思い出しますよね。中学校とかのあの現代社会の授業かなんかでさ、結構昭和初期ってそういうことが立て続けに起こって、日本は戦争に巻き込まれていきましたみたいな話を聞いたような気がします。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。